ガルちゃんフェイスパウダーアイテムまとめ。みなさんこんにちは。今回はガルちゃんのフェイスパウダーアイテムの時をまとめました。気になるアイテムが見つかるといいな。それではどうぞ。ミラノコレクションフェイスアップパウダー。友達に勧められて4年目だけど、マジで崩れないしコンパクトの可愛さに毎日化粧が楽しいよ。崩れないだけじゃなくて肌が綺麗になるし香りもぐおばさん臭そうなイメージで避けてたけど、フェイスパウダー難民で。 試しにミラコレ買ったら、すごくいい。馴染み方。崩れ方が綺麗でマスクにもつきにくい。持ち歩き用に。二つ目も買いました。いつも疑問に思ってたんだけど、崩れ方が綺麗ってどういう状態死もずっと疑問だったけど、ミラコレ使ってみたら初めて分かったよ。一日化粧直しできなかった日、夕方鏡見てびっくりした。なんだかんだでもう10年近く、あれから浮気をしながらもこれに戻るって人多いよね。 私も色々使ったけど結局これに戻る。ミラノコレクション。あのゴールドと天使のコンパクトが苦手で手を出さなかったけれど、コスパが良いとのことで、今年試しに買ってみたら崩れないし綺麗に仕上がるし良かった。長年人気なのがわかります。でもやっぱり天使は苦手。ずーっとミラコレ使っていてたまに違うパウダー使ってみたいなと思って大絶賛のコスメデコルテを使ってみたんですが、どうもしっくり来ないのでまたミラコレに戻ってしまいました。 別にコスメデコルテを批判したいわけではなく、私にはちょっと合わなかっただけです。なので、新しいパウダー使うときはお試ししてからな方が安心ですよ。ミラノコレクション。アトピーがありますが、10年以上リピート返してます。ミラコレはパウダーという割にカバー力もあるし、ファンデっぽいよね。他のパウダーとは少し違う。私は乾燥しちゃったけど、寝坊して慌てて下地とこれだけで出かけたら、いつもより良いって言われちゃった。ファンデしてる方がつぼったかったみたい。 ナーズのリフコは癖がなくて色がつかずで仮を抑えて毛穴をぼかしてくれるから結構オールマイティーだよ。パウダー苦手だったけどもっと早くこれ使ってればよかったと思うくらいでリもなくサラサラになる。ナーズのリフコを使って数時間後、生まれて初めて口周りにピリピリとした刺激を感じました。おしろいで乾燥を感じたことがなかったのですが、こういうのが乾燥ですか私も気になって他の時で聞いたことがあるのですが、 どちらかというと油小肌の傾けのパウダーらしいです。ナーズの粉はプレスが硬いから、柔らかくてふわふわしたフェイスブラシだとほとんど粉がつきません。しっかりと量をとって肌にのせたいなら、歌舞伎ブラシみたいな密度の高くてコシのあるブラシがおすすめです。小さいサイズならお試し感覚で使えるよ。めっちゃサラサラで夏に大活躍。3のアドバンスドエシリアルスムースオペレーター。ルースパウダー。色がつかず肌に溶け込むように消えて肌がすごい自然に見える。 ももちもちで気持ちいい。エレガンスラプードルオートニュアンス。プードル何年も愛用してるけど、白すぎるっていう人はカラーを変えてみて、カラー暗そうだなと思っても全然肌にのせると綺麗で、全然白くならずに素肌が綺麗な人感が出るよ。乾燥しやすいから夏だけ使ってるよ。騎士と馴染んで綺麗なツヤが出るから気に入ってる。ラプードル1使ってます。塗りたては、し、白。 ってなることもありますが私が下手なだけかもですしばらくすると馴染んで綺麗に見せてくれます。エレガンスのラクードル4使ってます。値段の割にはという口コミもよく見ますが、私は手放せないです。つけた時は少し粉っぽいけど少し時間経つと馴染んでとても綺麗。崩れにくいし程よいツヤ厚塗り感なし。セミマットが好きだからプードルの使ってる。無難に良いし、化粧崩れしにくいのはやはりプードルかなと思ってる。粉じくししすぎて疲れるよね。 人によっても良いもの違うよね。最近やっと憧れだったエレガンスのプードル買いました。もう最高です。一瞬にして肌のキメが細かくなるというカアラがなくなるので、人と話すくらいの一般的な距離感では私すごい美肌に見えてるはず。エレガンスのプードル、肌が綺麗に見えるし汗かいても大丈夫。高いけど絶対力する。ミラコレで乾燥する方は、高いけど、コスメデコルテのマルセルワンダースをおすすめします。私はミラコレより乾燥しなかった。 いろいろ使って一番はコスメデコルテのマルセルがナンバーワンでした。すごく高いけど、コスメデコルテのマルセルワンダースのパウダーはめちゃくちゃ吸着する。でも乾燥しすぎない。コスメデコルテ EQ オーラリフレクター。こないだ初めてコスメデコルテのルスパウダーを購入しました。もう、感動です。キラキラしすぎないのに、肌が陶器のように透き通った感じに仕上がります。試してから即買いでした。パウダーはもうずっとこれ使うと決めた。 一万もしちゃうけどパウダーはこれ以外使えん。コスメデコルテだったら、ミリオリティがおすすめです。二万二千円と少し高いのですが、デカコスマニアの私は、いろんなブランドのたくさんのフェイスパウダーを買ってますが、これ以上のフェイスパウダーに出会ったことがないくらい良かったです。粒子がすごく細かくて、陶器肌になる。私の場合は、塗った直後より、少し時間が経って馴染んでからの方が、よりツヤ肌になっていい感じになる。ただ、 デメリットが2つあって、パフとパウダーの間のシートみたいなものが薄すぎて、イメージとして、パフとパウダーを直接触れている状態に近いから、パフを週一の頻度でしか洗わない私は、少し衛生的に抵抗があります。ケースが重いし大きいから、旅行の時とかは持ち運びに困る。初めてコスメデコルテのルスパウダーを購入しました。もう、感動です。キラキラしすぎないのに、肌が陶器のように透き通った感じに仕上がります。 試してから即買いでした。ラメなしで粒子が細かいから陶器肌になる。パーッと毛穴なくなる。持ちも良いし白っぽくはなるけど肌に馴染んでくれるしさすが2万円のパウダーだけあるなと思う。ただケースが致命的に使いづらい。ケース開けて中蓋開けて気をつけないとつけすぎたりこぼしそうになる。あとでかい。これ使うと他の粉が使えなくなった。しっとりしてるけど粒子が細かくてカバー力もある。めちゃくちゃ高くてめちゃくちゃ評判良くて。 クリスマスに自分へのプレゼントで買ったら今までの粉がすべて過去になった。陶器肌目指すならこれ一応。量が多くて意外と持ちも良い。ノブルースパウダー。ずっとノブのプレストルスセントパウダー使ってるけど、荒れたことはないよプレストパウダーしか使ったことないですが、仕上がりはサラッとして良い感じです。カバー力はそこまでないけど透明感のあるナチュラルな仕上がりで毎日使ってます。マリークワントルースフェイスパウダー。 あんまりメジャーじゃないけどマリクワのフェイスファイナルはむしろしっとりする。油性の人が使ったらベタベタになるかも。私も夏は使ってない。プライバシーの UV パーダ。これが一番個人的に肌綺麗に見えるしマスクにつきにくい。脳カラー。粒子が片栗粉みたいに細かくて毛穴目立たなくしてくれる。SPF50 があるけど私は見た目重視として年中使ってる。押したいけど乾燥肌の人には向かないかもしれない。濃く流動って会社のプレストパウダ。ー 1000円くらいだったけど、これの時だけやたら肌褒められる。ほんとこれいい。他の会社のと、4000円くらいのと3000円くらいのとか2000円くらいのとこれと、変わる変わるつけてんのに、この一番安い1000円くらいの時だけ褒められる。クリアラストのフェイスパウダーハイカバー N1500 ちょっとしたと思う。私は値段の割に良かった。下地とパウダーでセットで使ってます。自然ですごくいいです。 塗ってる感全くなくて天然の色白みたいな透明感ある仕上がりになります。資生堂スノービューティーパウダー。ミラコレ、プードルとの比較だけど、私は良かったよ。ただ UV カットが付いていないのが残念。私もこれ、高いパウダー使ったことなかったから比較対象がないけど、特に不満もなく使ってる。私はあれこれ使いましたがこれが一番良かった。もう悩むことなくずっとこれに決まりですね。メイク楽しくなりますよ。 UV カット効果がないから真夏は微妙だけど、11月、2月くらいまでは良い。サラサラしてるけど私は乾燥も感じなかった。あとは首に日焼け止めを塗った後にはたいてる。コスデコのマルセルワンダースはそこそこ乾燥しにくいとは思う。時間が経つほど綺麗に見える気がするし、高いけど、使い切ろうと思ったら何年も待つよ。シュウエム村のアンリミテッド MOP オールスパーだ。とにかくサラッサラ、最高。 シューエムラのアンリミテッド。量が多いからなかなか減らないよブラシと一緒に使うと綺麗につきます。キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダ。ー。透明感のある仕上がりになって崩れも目立ちにくいので私は気に入ってます。スッピンパウダ。ー。カバー力はゼロ。でも肌に優しい視線が不要。つけたまま寝れる。ってやつです。とりあえず私はファンデーション塗った後に色がつかなくて顔がサラサラにさえなればいいので。でもめっちゃよかった。手からない手からない。 ちなみに二つ持っててメイクの仕上げ用と夜のスキンケアご用。夜クリーム塗って顔がペタペタになるのが嫌で最後に軽くはたいてます。前はベリーパウダーを使ってましたが塗ったクリームまで持っていかれてる気がして。寝ている間も顔にチリやホコリが積もるらしいので手放せないです。チャコットフィニッシングパウダー。チャコットの色付きパウダー。ケイトの下地とこれでベースメイクしてるけど、崩れにくいしふわっと仕上がるからよかった。久々チャコット使ったらやっぱり。 乾燥肌気味でマットクリア使ってるけどカサカサしないし、これ、安いのに変に浮いたりしない。色々高いのも使ったけどこれは優秀。ちゃこっと使ってるけどカスカスになりすぎずテカリは抑えてくれる。資生堂スノービューティーパーだ。今年初めてスノービューティー買ったけど、正直、合わない気がする。ちょっと粉っぽいというか馴染みが悪いというか、スノービューティーに関しては24時間いつでも使えるので。 日焼け止め効果はないのを承知の上で朝のベースメイクの仕上げに使ったり、夜のスキンケア後に乗せたり、美白有効成分入ってるしスキンケア後のベタつきも抑えられるので寝る前に使うのがお気に入り、香りが苦手って人もいるみたいだけど私は癒されるし気分が上がる。スノービューティー愛用してます。薄付きでもサラサラが続くので意外と長持ちしてます。今年のレフィル付き買ったけどまだ昨年の使ってる。資生堂のベビーパーダ。香りいいし、付属のパフめっちゃ気持ちいい。 それでいて300円くらいとか、資生堂ブラインドスキンケアパウダー。資生堂のブライトニングスキンケアパウダー。スキンケアパウダーだから夜も使えるし、透明感が出て肌がすごくサラサラになる。私はクレドの美白下地にこれを使ってるけど、くすみにくく毛穴が目立たなくなったような気がする。あくまで個人の感想です。肌も荒れにくくなったし、おすすめです。お風呂上がり、スキンケア後の肌にのせたら、ふわふわのサラサラで。 こんのりした高級な香りも好みでした。メイク後に使うのも楽しみです。ランコムアクソルパウダーダ。ランコムのアクソルパウダーダ。粒子がきめ細かくてつけ心地軽いよツヤも出て肌が綺麗に見えるから好き。少し値段は高めだけど。アスタリフとルースパウダーダ。いろんなルースパーダーを試して一番気に入ったのはアスタリフと。毛穴落ちしないし。保湿されるから肌が一日疲れなくて。夕方になってもくすんだりしない。しっとり系だからサラサラ好きな人には合わないかも。 RMK アリータッチフィニッシングパウダー RMK エアリータッチフィニッシングパウダー使ってる。私は乾燥肌なので一番オイル量が高い02番愛用中。キャンメイクオイルブロックミネラルパウダー。マキアージュのルースパウダーをずっと使ってたけど、爪替えでも少し高いので、キャンメイクのこれ買ってみたらよかった。パフは薄っぺらで微妙だから、大きめのフェイスブラシで軽めにつけたら崩れにくかったし。 石鹸落ちだし私には合ってた。イニスフリーと似てるけど、キャンメイクの方が細かいような気がして好き。ゲランメテオリット BU ゲラン。メテオリット BU。ツヤも出るし乾燥しないし、毛穴も光で飛ばしてシワにも入り込まない。らさ、アラフォー以上の人が使うと威力を実感できると思う。ツヤ肌ならゲランのメテリオット BU かな。ラメというよりパールだけど、とにかくツヤツヤになるから私はハイライトとして使ってました。今日初めて。 キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーをした。付属のパフじゃなくて自前のブラシ使ったけど、剣に白浮気もせずスーパー行く程度なら自分は日焼け止めとこれでことたりそうクマは隠れなかったけど、DHC 薬用 b b ミネラルパウダー、BD クリームめに塗って、パウダーを多めに塗るとすごく綺麗なナチュラルメイクになります。よれないし乾燥しないしいいですよ。ふわっとした感じになるので、どちらかというと冬向きかな。マキアージュドラマティックルースパウダー。 いろいろ試したけど、私は今のところマキアージュのルーセントが一番合ってる。適度なカバー力。UV 効果もあるのが良い。イハダ。薬用フェイスプロテクトパウダーを全力でおすすめさせてください。回し物じゃないよ。花粉紫外線ブルーライト PM2.5 から守るしノンケミカル処方だし SPF40 もある。もちろん紫外線吸収剤不使用。単品使いなら石鹸で落とせる。みんな買ってみて、イハダいいよね。 ファンデほど厚塗りじゃないし綺麗に見える。いい肌のパウダーは使ってるけど、乾燥はしない感じだよ。私は普通肌だけど、特別乾燥が気になるようなパウダーの質感ではないと思います。ワセリン入ってるし、ヒロインメイクロングステイパウダー。ヒロインメイクのパウダー。プリマビスタの下地に、これでテカリ知らずになった、ゴーラ王がブレンドパーリーフィニッシュ。ゴーラ、王がブレンドパーリーフィニッシュ。プレストパウダー。 時々浮気きしつつも20年くらいずっと買っている。オルビスルースパウダー。ーオルビスのクレストパウダー。ーこの値段にしてはこなしつい。パラドユキュアベールパウダー。ー私は、出先で慌てて買ったセブンイレブンのおしろいが良かったです。パラドですかね。すごくいいですよね。プチプラのパウダーの中では一番だと思う。ものすごくパウダー粒子が細かいので夏場のセッティングパウダーとして優秀。そして崩れ方もクレドだけあって綺麗です。 どんなに重ねても全く粉っぽくならないのに、重ねれば重ねるほど透明感が出る。カバー力はないんだけど美肌フィルターかかったような肌になる。これ、元の肌がある程度綺麗な人しか向かないと思う。私にはカバー力もなければ毛穴も全然隠せず、肌悩みが何かしらある人は金額も高いので絶対カウンターでのタッチアップをおすすめします。私も付け方下手なのか、乾燥した肌に見える。ノアビービーミネラルプレストパウダ。ー。ノアのプレストパウダ。ー。 いろいろプレストパウダー試して、時間が経つと変に黄色くなったり赤黒くなるのが多い中これは大丈夫だった。カバー力もあるし安いし使いやすいんだけど売ってる場所が少ないのだけが難点。セザンヌウルフは仕上げパウダー。ーこのセザンヌのルースパウダー。ーガルちゃんでセザンヌはどの商品も紫外線吸収剤が使用されてないしおすすめ。って見て買ったけど、中蓋ついてて粉が舞わないし、ラメもパールも入ってないからマスクにつくの気にしなくていい。 何より安いから SPF 切れたら1年で思い切って買い替えられる。セザンヌ、UV クリアパウダー。安いから失敗してもいいや、と思って使ってみたら、とても良くてリピしてます。敏感肌の人は日光に当たると悪化するので、UV ケアも気にしてみてください。ちなみに紫外線吸収剤不使用で石鹸で落ちます。なんだかんだセザンヌの UV クリアフェイスパウダーに戻る。石鹸落ち。ベージュ以外にもラベンダー色もある。小さくて持ち運びしやすい。 キャンメイクシークレットビューティーパウダー。小さいし持ち運びも楽だしパッケージも可愛いし24時間 OK の粉キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーコロナ禍でマスク生活になってからファンデーションの代わりにしててかれこれ6回くらいリピートしてる値段の割に優秀だと思う私もこれ何個リピったかわからないくらいリピートしてるすごく肌に合うし綺麗に見える 昔はデパコス使ってたなのに毛穴落ちしてたけど、これで全然いい。ジバンシー・プリズムリーブル。過去一に好き。私の開いた毛穴をぼかしてくれることに感動だし、見た目の高級感もいい。ちょっと使いにくいのと、付属のパフの質が最悪なのが難点。今までドラコスしか使ったことなくて、初めてジバンジーのプリズムリーブル買ってみたんだけど、やっぱり違うね。乾燥しないもんな。クラブアリータッチパウダー。クラブアリータッチパウダービ。 35歳だけど、ここ2年くらいずっとこれ使ってます。乾燥しないし、カバー力あるし、パフでもブラシでつけても良い感じになります。これいいですよね。適度にツヤ感もあるし厚ぼったくない。ミューフィニッシングパウダ。ー。石鹸で落ちるルースパウダーダ。1650円でコスパいし、チャコット並みに崩れずチャコットより保湿効果ある。シーちゃんトランスルーセントパウダ。ー。タイのシーちゃんパウダーダ。 日本よりもずっと湿度が高い国なので皮脂吸着に関しては群を抜いていると思う。C ちゃんパウダー初耳で油田だし調べて買ってみる。ありがとう。日本より高温多湿の国のベストセラーパウダーって絶大な期待しちゃう。ケイトフェイスパウダー Z オイルブロック。ガルで教えてもらったケイトの何とかパウダーオイルブロック。は一番手からなかったかもしれない。値段も13000円くらいだった。けど2ヶ月持たなかった。つけすぎたかな。ティルクレールルスパウダーバナーヌ。 ティールクレールのフェイスパウダー。ーバナーヌは夕方になっても全くくすまず透明感が増していく感じです。適度なカバー力があって乾燥しないところもいい。一生使いたいパウダーです。皆さんいかがでしたかこのチャンネルでは、今後も面白情報、有益情報をまとめていきます。みんなのおすすめもぜひコメントしてね。今回紹介したものは概要欄にもまとめています。チャンネル登録、 高評価をお願いします。それではまた。